級クロスオーバーにプラグインハイブリッド車、PSA グループの高級車、ブランド DS は9月24日、フランスで10月に開催されるパリモーターショー2018において、DS7 クロスバックイーテンス、DS7 クロスバックイーテンスを初公開すると発表した。DS7 クロスバックは DS ブランドの最上級クロスオーバー車。ボディサイズは全長 4590mm、全幅 1895mm、全高 1635mm、ホイールベース 2730mm で C セグメントに属する。2018年7月、日本市場にも導入されているパリモーターショー2018で初公開される予定の DS7 クロスバックイーテンスは、この DS7 クロスバックのプラグインハイブリッド車 PHV。 新開発の PHV パワードレインを搭載する。燃費は 45.5km、リットル、ゼロエミッション、航続は 50KMPHV パワートレインのエンジンは直噴 1.6L 直列4気筒ガソリンターボ、フユテック最大出力 200HP、5500RPM、最大トルク 30.6kgm、3000RPM を発生する。モーターはフロントが最大出力 110HP、最大トルク 34.3kgm、 リアが最大出力 110hp、 最大トルク 16.9kgm。 エンジンとモーターを合わせたシステム全体で 300hp のパワーと 45.9kgm のトルクを引き出し、4輪を駆動する。トランスミッションは発足 AT の E8 パワフルな PHV パワートレインを積む DS7 クロスバックイーテンスは、0時速 100km 加速 6.5 秒の性能を発揮する。バッテリーは蓄電容量 13.2kWh のリチウムイオンゼロエミッションモードでは最大 50km WLTP 計測を EV 走行できる。この効果もあり、燃費は 45.5km、リットル、CO2 排出量は 50g/km 以下、いずれも WLTP 計測とした。ゼロエミッションモードの最高速は、時速 135km 走行モードは、ゼロエミッションモード、スポーツモード、ハイブリッドモード、4WD モードの4種類から選択可能。バッテリーの充電は、標準コンセントでおよそ8時間急速チャージャーも利用でき、充電はおよそ2時間で完了する。トラフィックサインインフォメーションを装備 DS7 クロスバックイーテンスには、最新の先進運転支援システム、ADAS を搭載。DS コネクテッドパイロットは、高速道路における同一車線内走行を想定した運転支援機能。全車の完全停止からアクセル操作なしで、追従マルチファンクションカメラとミリ波レーダーによって、全車との車間距離を保ちながら、車線内の任意の位置を維持することができる。全車が完全停止した後3秒以内に再発進すれば、アクセル操作なしで追従高速道路での渋滞にも対応する。サスペンションには新世代の DS アクティブスキャンサスペンションを採用。路面状況をセンシングし、サスペンションを制御。このシステムは、マルチファンクションカメラが、
車両前方5から25メートルの範囲の路面状況を常時高速スキャンして路面の凹凸を検知。このフィードフォワード制御による4輪のショックアブソーバーの減衰力の最適化とリアマルチリンクサスペンションが相まって浮遊したまま移動するかのような快適な乗り心地を実現するという。DS7 クロスバックイーテンスにはトラフィックサインインフォメーションを装備。制限速度はドライバーが任意でクルーズコントロールやスピードリミッターに連動させることが可能としている。内外装の一新に加えて正面衝突の被害を軽減する自動ブレーキを新たに採用したほか、プラグ